使ううことの喜びをチャンネルどうもでですす今日はですね皆さん大好きだと思うんですけどペンテルについてのお話ですまあ経済ニュースねいろいろ見てる方だったらもうすでにご存知かもしれないんですけどついにねペンテルがある会社の子会社になったんですよね。ずっとねペンテルね独立企業としてねずっとね頑張ってきた会社なんですよね。 まあ、その海外に販路を持っているってことでペンテルをなんとか買収しようっていうねそういう動きがね以前あったんですよねまあその辺についてのお話は文房具業界ランキングっていうね動画があるんでこちらの方にねすっごく詳しく説明してるんですよなのでペンテル買収劇の詳しい内容についてね興味がある方はそちらの動画の方をご覧ください じゃあ一体ねどこの会社の子会社になったと思いますかじゃあここでクイズにしますねクイズさあペンテルはどこの会社の子会社になったでしょうか1番「国用」2番「プラス」さあどちらでしょうか実はね以前ね「国用」と「プラス」ってねペンテルの争奪戦で争ってるんですよ で国酔とプラスっていうのは文房具業界における圧倒的なパワーを持った会社なんですよ。でその両横綱が文房具業界でずっとねしのぎを削ってるっていう状況なんですけどさあそのどっちがペンテルを最終的にねゲットすることができたのかという話なんですけど正解はねプラスなんですよね。 プラスがペンテルを古代釈化することになりました。じゃあちょっとね、そのお話なんですよ。国、ま、用、あ、っつったらね、皆さん知ってますよね。国用っつったらこれですよね。キャンパスノートですよね。これで有名な国用ですよね。あとはね、社会人にとってもね、現場でよく使われるね、測量野鳥。これも国用なんですけどね。うん。キャンパスノートとか測量野鳥。こういうノートで有名なのが国用ですよね。 で、たやプラスはどういう会社かっていうとプラスもですね国油と同じような商品ばっかり扱ってるんですよまあ似たような会社なんですよねプラスも国油もでねプラスっつったらまあ有名なのはこれですけど CD ノートブック紳士なノートですねこれねアピカって書いてあるんですけどアピカを買収したのがプラスなんですよねということでこの紳士なノートはプラスグループの商品ですね で、あとこれですねプロジェクトペーパーこれも有名ですけどこれは沖縄っていう会社ですけどこれもねプラスが買収した会社なんでつまりこれもプラスグループの商品なんですよね今日はねこのプロジェクトペーパーを使ってちょっと説明していこうと思いますけどねまあその文房具業界は国曜とプラスこのね2社がねもう牛耳ってるんですよ圧倒的に力のある2社ですよ でペンテルはね筆記具業界としては業界3位なんですよねこの業界3位のペンテルをこの国油とプラスが争奪戦になったことがあったんですよねペンテルってその時ちょっとね業績があんまりうまくいってなくて2019年に争奪戦が起きてるんですよねでペンテルって株をね公開してないんで株ってね直接取引をするわけですよ それでね国与はまいろいろうまいことやってですねペンテルの石に関係なく国与はペンテルの株をいっぱい取得するわけですよ。それでねなんとね45%もね株をね取得するんですね。あのね会社っていうのね株の51%以上をね取得すると会社を 買収すするることができるんできんねそれが株式会社の仕組みなんですけどでどんどんねこの株を集めていくわけですけどそれでねあと5%ぐらい取得したらもうペンテルの買収が成立するわけですよペンテルの意思に反して買収しようとしてるんでこういうことを敵対的買い付けっていうんですけどでペンテルは これはね、このままじゃ国用に買収されてしまう。もし買収されたらね、ペンテルというブランドがね、国用ペンテルとかにね、買えさせられる可能性もありますよね。なんていうことを一般市民の我々は感じてしまうわけですけど、そんな時に助けてくれたのがプラスなんですよね。これ、ホワイトナイトっていうんですけど、どっかに買収されそうになった時に、別の会社が株をいっぱい買い取って、 買収を阻止するっていうのをね、これホワイトナイトっていうんですけど、その白馬の騎士が現れたわけですよ。それがプラスだったわけですね。で、プラスが株を30%取得するんですね。これだけ取得することで、なんとかね、国用がペンテルを買収するのをプラスは阻止することができたんですね。それが2019年の話。で、ペンテルは、 まあ、国用が買収しようとしたということで国用に対してね自社のホームページに抗議文を掲載してるんですよで一方ねこのプラスはペンテルの国用買収を阻止したということで非常に仲良くやってるんですよそれでプラスとペンテルで協力して事業をやったりしてすごい良好な関係を今も保ってるわけですよで国用とプラスっていうのはもうすごいバッチバチのライバル関係なんで まあ分業業界戦争と言われているわけですから、敵対してる者同士が一つの会社の株をこう分け合ってる状態っていうのがまあ非常に異様な状況だったわけですよね。で、この異様な状況がついにね、2022年の9月30日に終止符が打たれることになったんですね。で、どうなったのかっていうと、45%持ってる国陽が このプラスに対してこの45%分の株をですねプラスに売却するんですねこれで黒洋はペンテルの大株主じゃなくなるわけですよそれで今度はこのねプラスがペンテルの一番最大の大株主になるわけですけどプラスは30%持ってますよねで45%をプラスに売却したってことは プラスはね、75%の、ね、ペンテル株を保有しているることになるわけですよ。つまり株を50%以上取得すると会社を買収できるわけですから75%持ってるっていうことはペンテルってもうプラスの子会社になっちゃうわけですよね。ということでペンテルはプラスの子会社に9月30日になりましたということで。 今は、ね、プラスがペンテルの親会社なんですよずっとねペンテル独立企業としてねずっと頑張ってきたけど今後はプラスのグループ企業として頑張っていくっていうことになるわけですよねでまあペンテルってすごいマニアが多いじゃないですかペンテル熱心なファンが多いですよね僕もその一人なんですけどそのペンテルがねその独立した企業じゃなくなるっていうのはものすごい寂しさを覚えるわけですよね でもねプラスは今後もペンテルは好きにあっていいよとペンテルの独立性は今後も守り続けるっていうふうにプラスは言ってるんですよだからもうね決してペンテルのブランドをなくすようなことはプラスはしないっていうね明言してるんですよねということでまあペンテルマニアのうちらは まあ今後もね安心してペンテルの製品を使うことができるやっぱりねペンテルの魅力ねそのブランド力っていうのは圧倒的なものがあるんでそれをね変えてしまうっていうのはねもったいないですからねうんそこはねこれからも残っていくっていうことでこれからもペンテルは頑張っていくだろうっていうことでねまあプラスがそういうんだったら安心だろうっていうねその根拠っていうのがあって セーラー万年筆ね。セーラー万年筆も経営難に見舞われてたんですけど、その経営難から救ったのがプラスなんですよね。で、プラスは多額の資金をセーラーに利子なしで貸してるんですよね。ということでね、まあ、セーラー、これ貸すから頑張ってよ。もう利子とかいらないから、とりあえずこれ貸すから頑張ってよっていうふうにね、セーラーに多額のね、資金を提供してるわけですよ。セーラーラはねもしその資金返せなかったら そうなるとプラスの参加になるんでもうあの事実上ねセーラー万年筆もプラスの参加と言っていいんですよねでもセーラー万年筆っていうね会社は独立してやってもらいたいっていうねそういうプラスのスタンスを感じるんで、うん、だからプラスはねやっぱり独立性を尊重してると思うんですよねあとねアスクル実はねこのアスクルってむっちゃでかい会社ですけどこのアスクルってね かつてはプラスの一事業だったんですよね。プラスがアスクルっていうサービスをやってたんですよ。そのサービスがうまくいってたから、アスクル自体を会社にしようっていうことで、プラスがアスクルっていうね、会社を設立したんですね。で、その後はね、このアスクルはアスクルで、まあ独立して頑張ってやっていってよっていうことで、このアスクルはその後すくすく成長していって、今やこのプラスよりでかい会社になってるんですけど、 アスクルの上にプラスがいるっていうわけじゃなくて、もうね、アスクルの独立性を尊重しているっていう感じ。まあそういうこともあって、プラスはペンテルをすごい変な方向に持っていくようなことはしないだろうなってね。そんな安心感を僕は感じてるんですよ。うん。まあプラスで良かったなっていうふうに思いますね。という感じで、まあそんな買収劇、まあそういうね、業界の すごいね、波乱があったっていうことでね。まあ、うちら文房具ファンにとってはね、今回のニュースはかなりね、ちょっと大きな出来事でしたね。僕はね、こういう文房具業界のこういうニュースがすごく好きなんで、こういう情報はね、今後も発信していきたいと思ってるんで、情報を逃さないためにも、ぜひね、チャンネル登録していただければと思います。はい。というわけでね、今日の動画は以上になります。ではまた。